はい、ということで皆さんこんばんは、みそねぎです。はい、わあ、眩しい。塩入りの里へ行きます。久しぶりに。よいしょ。はい、ということでね、早速なんですが、今日はですね、これちょっと見てもらえますかね。これ見えます？レバーね、ブレーキとクラッチレバー、これをね、先日、昨日かな、昨日、自分で交換しました。初めてレバー交換というのに挑戦したんですけども、ゆうかなやさんっていうね、北九州の会社ですね。僕はちょっとびっくりしたっす。なんか届くのえらい早いなと思ったら、北九州に会社があるということで嬉しいですね。なんか自分の地元の会社のね、パーツがこうやって付けれるっていうのは、しかもね、見た目もすごくかっこいいんですね。まあちょっとそんな感じで今日は交換しましたので、そちらをね、こちらのお話をしながら来ようと思ったらもう着いちゃったんで、先にちょっとだから、あの見た感じの動画をね、撮ろうかななんて思ってます。どこにしよっかな。トナラーが来るんですよね、ここ来ると。なぜかトナラーが何なんですかね、あの人たち。こんだけ空いててもなぜか隣に止められるっていう、あの謎の現象。はい、ということで修理の里に着きました。はい、ということでね、レバー交換いたしました。クラッチ側かっこいいでしょ、これね。こうやって見ると可動式ですね。なんかね、なんか結構タイプが多くて、エアが抜ける機構がついてるタイプとか、ロングタイプとか、ショートタイプとか、僕の場合この可動式ですよね。で、なんかたくさんあって、色の組み合わせもたくさんあるんですよ。ベース、これが5色か6色かあって、ここも同じぐらいの。これ調整ですね。調整レバーですね。で、つけてみました。僕のやつはこれは、レバーがチタン。チタン色です。チタン色にブルーですね。迷いました。逆にしようか迷ったんですよ。ブルーに、チタンにしようかなと思ってたんですけど、結局ね、このブルーも違うじゃないですか。ここの色とこの色とここも違うし、おそらくね、その色を完全に綺麗に合わせることって多分できないなってもう思ってたんで、あえてこっちにしました。ただやっぱ青もあった方が、ね、統一感はあるんで、ということでこうちょっとチタンにしたんですけど、かっこいいんですよね。いや、なんか少しこう浮くかなって最初思ったんですけど、やっぱ逆にレバーがアクセントになってて非常に気に入ってます。こちらがフロントブレーキ側ですね。あのね、質感がね、やっぱアルミの削り出しなんですごくいいです。で、握りやすいし、値段もね、左右セットで15,000、まあ、16,000弱ぐらいなので、まあ片方8,000円ぐらいなので、まあそこそこの安さですよね。ブレンボとかだったら片方6万円ちょいとか、左右で12万超えますよみたいな、そういうのがあるので、まあ、それなんからするとね、非常に純正と同じぐらいの多分値段になると思うんですよね、これ。交換作業自体は、比較的簡単でした。交換動画みたいなの上げてる人いるんで、そっち見てもらった方がいいと思うんですけども、ざっくり言うと、この裏にナットがあるんで、ナットを緩めて、で、このマイナスドライバーでこう、開けて、ポンと抜いて、で、こう取って、で、こっちはもうそれで終わり。クラッチ側がね、ちょっとだけ苦労しました。クラッチ側はね、これが下まで刺さってて、この裏にやっぱりロックナットがあります。ロックナットがあるんですけど、このロックナット見ての通りね、ここなので、この僕の中指のところなんで、ここに入れるにはやっぱそのボックスレンチか、あるいは、僕はね、ここの2本、これを、2本を緩めて、外してしまって、このブレーキレバーをね、チューブラリンの状態にして、ひっくり返して外しました。で、そのひっくり返した際に、ここにあのスイッチのコネクターとかあるんで、これも抜いてしまって、ね、これも抜いてしまって、そして、あのクラッチのこれですね。これも緩めて、で、ここの溝からワイヤーを外して、裏から緩めて、これをポンって抜いて、あとは右と同じで差し替えてという感じでしたね。ただね、この辺に、この人差し指らへんかな、この辺に白いピンがあるんですよ。この反応するセンサー用の爪みたいなのが。それがあるんで、そこをね、よく折りやすいので、そこだけ取り付けるときに注意してください。普通につけたらね、大丈夫だと思います。はい、非常にいいです。ゆうかなやさん。値段もお手頃だし、見た目はすごくいいです。たくさんのね、カラーがありますんでね、僕はおすすめしたいなと思います。いいですよ。非常に。今も今日ね、運転してくるときにちょっと試したんですけど、非常に握りやすくなったし、おすすめしたい一品ですね。で、あとは、これ。このワイヤー、また緩んでました。というのも僕ね、このロックナットこれね、手締めにしてたんですよ。結局その、工具を使って締めると、緩めるときに大変だよっていうね、コメントもいただいてましたし、
まあ、確かになと思って手でねちょっと爪にグッと締めてで調整して、って感じだったんですけども、もうダメです。あのこいつのね振動で緩みます。 手締めだと。これもうね昨日のねツーリング、昨日じゃない一昨日か、一昨日のツーリング中にもう多分10回以上緩んでました。締めて走って緩んで締めて走って緩んでずっと繰り返してたんで、だから僕もこれねちょっと工具できつめにしました。もうしょうがないです。これは絶対そうしないと緩みます。これ結構僕ねグッて力入れて締めたんですけど、やっぱりね簡単に緩みます。で緩むだけならまだしも、あのねこのこっちが調整ですよね、クラッチので、下にねあのワイヤーを抜く溝が抜くようにしてるんですけど、90度ずれてました。今ここにあるのが溝がここまで来た、だからクラッチの位置ずれますよね。前ずれてたのはやっぱそういうことです。だからロックナットが緩んでなおかつ回転するんですよね。それであのクラッチの位置が変わってました。だから僕はもうねちょっとこの ZX4R に関してはここは工具でしっかり締めた方がいいっていう風にね、まあ僕個人の意見ですけどもね、やった方がいいなと思いました。あの手締めだとね絶対緩みます。これはもう間違いなく。なのでまあ皆さんもねちょっとご自身で判断してください。僕はねここにあったあの溝がここまで来てるのを見て、あもうダメだと思ったんでもうギュッと締めてます。このね取り替えをした際にどうしても調整が必要になりますんで、その時にねついでにもうやりました。はい、ということでワイヤーの調整位置はねそういう風にした方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね以上味噌ネギでした。かっこいいね、チタン合うなって思ってたんですよ。これシルバーじゃないですからね、チタンですからね。シルバーもあるんですよ。シルバーはどっちかというとあの CB とかあのスーフォーとかそんな感じのイメージがあるんで、いいよこれ、かなりお気に入りですはい、ということで以上味噌ネギでした。ゆうかなやさんのビレットレバー概要欄に商品リンク貼っておきますので、まあ、興味ある方はぜひ調べてみてください。ということで以上水抜きでした。バイバイ。